AMD Ryzen 5 9600X が来たー。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら AMD Ryzen 5 9600X になります。あれ、これって8月10日に発売になったばかりの。今回も AMD から直接案件をいただきました。ありがとうございます。ということで今回の動画は、今回発売された新 CPU の簡単な特徴のご紹介、 Ryzen 5 9600X のスペックや外観の説明、そして実際の性能テスト、こんな感じでやっていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では最初に新しい AMD Ryzen 9000シリーズの特徴について、大まかな特徴となりますが、こちらの4点を挙げさせていただきました。まず1つ目が、 AMD Ryzen 7000シリーズと同じ AM5 ソケットになります。特徴というか変わらない点と言った方がいいのかもしれませんが、昨年発売された7000シリーズで使用されていた AMD 600シリーズのマザーボードをそのまま使用することができます。ただし最新の BIOS でない場合、9000シリーズのパフォーマンスを十分に引き出すために、必ず最新 BIOS にアップデートをしてから使用してください。しかも AGESA 1.20.0A パッチ A 準拠の BIOS が必要となります。こちらは各メーカーによって BIOS ページが違うのですが、基本的に日付が新しいものの方がいいかと思います。ちょっとわかりにくいわね。こちらの9000シリーズは発売が少し延期になったのですが、その辺のことも絡んでこういったことが起きたのかと思います。続いて2つ目が、Zen 4から Zen 5に進化しました。Ryzen 7000シリーズの CCD は、製造プロセスとして TSMC の5ナノメートルでしたが、Ryzen 9000シリーズの CCD は、TSMC の4ナノメートルとなりました。ただし、こちらは改良型5ナノメートルとも呼ばれているので、Zen 4から動作面で大きく変わらなかったのですが、低電力や発熱制限などの改良はあった模様です。3つ目はカーブシェイパーになります。カーブシェイパー。カーブシェイパーというのはオーバークロック機能の一つで、すでにあるカーブオプティマイザーの拡張版みたいなものです。私はオーバークロックはあまりしないのでよくわからないところもあるのですが、より繊細により細かくいろいろと設定ができるみたいですね。気になる方は調べてみてください。いや、あいたが説明しなさいよ。4つ目が消費電力、温度の変化になります。こちらは先ほどの Zen 5で話した内容と同じところもあるのですが、まず消費電力は、Ryzen 7700X や Ryzen 5 7600X は 105W 制限となっていましたが、Ryzen 7900X と Ryzen 5 9600X では 65W 制限となりました。しかも消費電力が下がったのに、性能的には向上しているところが多くなっているみたいです。さらに消費電力が減ったことで CPU の発熱温度も下がったということです。いいこと尽くしじゃない。最近電気代も上がっているので消費電力が下がってくれることはいいですよね。では続いてスペックも確認していきましょう。シュララ。それでは AMD Ryzen 5 9600X のスペックの確認です。コア数が6コア12スレッド、クロックが 3.9GHz から 5.4GHz、L3 キャッシュは 32MB、対応メモリは DDR5-5600 が標準対応となって、TDP は 65W です。前世代の Ryzen 5 7600X と比較をしてみるとベースクロックが落ちています。ですが、消費電力が低いのにブーストクロックは高いということになっています。この辺が Zen 4から Zen 5の進化なのかなと思います。また内蔵グラフィックも搭載されているのですが、こちらは 7600X の時と性能的には変わらないみたいです。初音に関しては、為替の関係もあるので一概にとは言えませんが、7600X の時よりも5000円ぐらい高くなっています。では実際に開封していきましょう。今回のパッケージは7000シリーズ同様、小型化したパッケージですね。こちらが前回の7000シリーズとの比較です。こう見ると色の違いがわかるかと思います。皆さんはどっちの色が好みですか？私は9000シリーズの色合いの方が好きです。では話を戻して開封していきましょう。こちらが CPU 本体となります。それ以外には紙と、レッドチームと書かれた紙が入っていました。こちらが CPU 本体ですね。見た目としては前回までの CPU とそこまで差が大きくありませんが、並べてみるとシールのロゴが変わっております。このシールも今回は黒ベースとなっていて結構かっこいいですね。さらに CPU を取り出してみました。光の関係でわかりにくいかもしれませんが、9600X の方は青色の基板となっており、7600X の方は緑色の基板です。少し前になるのですが、Ryzen 7 8700G も青色の基板だったんですよね。新しいものは全部青色のものなのかもしれませんね。それでは CPU を取り付けていきます。
今回使用するマザーボードは ASUS ROG Strix B650A ゲーミング Wi-Fi になります。え、B650X670E とかじゃないの？本来であれば最上位マザーボードの方がいいかなとも思ったんですが、Ryzen 5 9600X を使う人は B650 あたりでも使いたい人がいるんじゃないかなと思って、今回は B650 で検証をしてみました。 B650 とはいえ、M.2SSD は Gen5 も使えるし、 CPU 補助電源が8ピン足す4ピンになるぐらいなので、 TDP65W の CPU なら全然問題ないかなと思います。今回もマスキングテープを取り付けて、CPU グリスを塗っていくのですが、Ryzen CPU の場合、このようにマスキングテープをしてグリスを塗って、塗り広げてからクーラーを取り付けることをお勧めします。え、なんで？まあ CPU クーラーを取り付けたら、その後、すぐに外す人はいないかと思うのですが、個人的になんですが、これをするとしないとだとその後の CPU の掃除がすごい楽になるんですよね。7000シリーズ以降の CPU は独特なヒートスプレッダーの形をしているんですが、グリスをうっこ塗りするとこの溝にグリスが入り込んで、その後の掃除が結構面倒なんですよね。あ、もちろん映像のようにやってもグリスの量によっては入り込むこともあるんですが、それでもうっこ塗りするよりかは溝にグリスが入る率がかなり少ないと感じております。CPU クーラーを取り付けて、メモリも取り付けて、グラボも取り付けて、ケーブル系を整えたら、検証機の完成です。なかなかにグラボのごつさとクーラーの細さがミスマッチしてる感がありますが、確かに。今回使用したパーツはこちら。CPU は AMD Ryzen 5 9600X と Ryzen 5 7600X、 マザーボードは ASUS ROG Strix B650 ゲーミング Wi-Fi、 メモリはクルーシャルプロオーバークロッキング DDR5 5616GB×2枚、 M.2SSD は Gen5 のクルーシャル T705TB、 GPU はパワーカラーのヘルハウンド AMD Radeon RX7900XTX、 クーラーはディープクール AK400、 電源はディープクール PX1300P、ケースは長尾製作所オープンフレーム、使用 OS は Windows 11 Pro になります。え、クーラーは AK400 なの？ Gen5 になって低発熱となったみたいなので、安いクーレイクーラーでもしっかり使えるのかやってみたいと思います。シュラララ。では起動確認をしていくのですが、その前に1点。冒頭でも説明をしたのですが、9000シリーズ CPU を600シリーズマザーボードで起動させる前に必ず BIOS アップデートを行いましょう。今後新しく発売されるものは BIOS アップデート済みのものもあるかと思いますが、最新の BIOS で、なおかつ AGESA1.20.0A パッチ A というのを確認してアップデートを行ってください。これは今回使ってるマザーボードのサポートページなのですが、下に 1.20.0A だけのものがあったりするのでご注意ください。確かにこれはややこしいわね。今現在だとパッチ A のついてるものが正解ですよ。ただこの辺の BIOS 情報は随時変わっていくので、あくまで今現在だとということをご理解いただければと思います。ということで早速起動していきましょう。スイッチオン。9000シリーズの初回起動は7000シリーズの時同様少し時間がかかりますので、マザーボードの LED ランプが動いているか確かめなら待っていてください。メーカーにもよりますが、赤いランプが続くようなら、その対応場所を差し替えたりしてみるといいかもしれません。ということでこちらが起動した後の CPU-Z とタスクマネージャーになります。それでは早速検証をしていきましょう。シネベンチ R23?ということでいつものシネベンチ R23 からやっていきましょう。タコアが増えてきたから6コア12スレッドだとちょっと少なく感じてしまうのが不思議で仕方ないです。結果はこちら。Ryzen 5 9600X がマルチ 16,289 と 16,224、シングルが 2,138。Ryzen 5 7600X がマルチ 14,738 と 14,795、シングルが 1,919。という結果になりました。TDP が 40W 近く違うのに性能がここまで向上しているのはすごいですね。確かにこれはすごいわね。てか室温が30度って何？いや私の検証部屋なんですが、窓付きエアコンしかなくて実際に計測した時の温度が30度だったんですよね。ということで室温30度でのシネベンチ中の温度はこちら。Ryzen 5 9600X の最高温度は 76.8 度と 76.9 度、アイドル時は 48.1 度、Ryzen 5 7600X の最高温度は 92.1 度と 90.1 度、アイドル時は 46.5 度、という結果になりました。え、スコアは 9600X の方が高かったのに温度も80度すら超えなかったの？そうですね、これは結構安心してられる温度ですよね。しかも使ってるのは AK400 ですし、これは確かに温度の心配もなくていいわね。では続いてゲーム性能に差が出たのか見てみましょう。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。続いて FF14 ベンチマーク黄金のレガシーです。
設定は最高設定でそれぞれの解像度で行いました。映像はRyzen 5 9600X でベンチマークを回している時の映像です。今回ゲーム系の検証は全て AFMF は使用しておりません。CPU で差が出たのか結果を見てみましょう。結果はこちら。まずはスコアから、Ryzen 5 9600X の結果が 14,395、23,202、27,251。Ryzen 5 7600X の結果が 14,268、22,839、26,403。スコア的にはどれも Ryzen 5 9600X の方が微増ではありますが勝っているという結果になりました。スコアでは確かに勝ってるけどフレームレート的にはどうなの？フレームレートの方も結果を見てみましょう。Ryzen 5 9600X の平均 FPS が100、170、209、最低 FPS が66、67、70。Ryzen 5 7600X の平均 FPS が99、168、203、最低 FPS が64、69、70。という結果になりました。スコア的には確かに微増だったのですが、フレームレートで言うと平均でフル HD で6の差、あとは1から2ぐらいだったので、向上してることはしてる。とは言えそうですね。では続いて他のゲームもやっていきましょう。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定は最高設定のレイトレーシングで FSR2.1 のクオリティ設定で行いました。さすがに重量級のゲームなので FPS が伸び悩んでおりますが結果を見てみましょう。Ryzen 5 9600X の平均 FPS が 18.34、36.62、56.28、最低 FPS が 16.02、31.72、49.10。Ryzen 5 7600X の平均 FPS が 18.36、36.50、55.88、最低 FPS が 16.02、31.74、48.78、という結果になりました。こちらに関しては FF14 ベンチマーク同様、そこまでが出ませんでしたね。では続いて実際のゲームもやってみましょう。モンスターハンターライズサンブレイク。え、モンハン、これあんたの趣味でしょ。あ、はい、完全に私の趣味です。設定は解像度が 4K で最高設定にして行いました。一応同じクエストの同じモンスターを買ってみましたが、状況が全く一緒というわけではないので参考程度に見ていただければと思います。 FPS の変化を見ているとそこまでどちらも変わらないかな、といった感じですね。てかリオレウス飛びすぎ。いやそこ。あとは実際にやってみて違いを感じたかと言われたら全然違いは感じませんでした。ただ、ゲーム中の CPU 温度を見てみると Ryzen 5 9600X の方が 7600X より温度が少し高いような気がします。確かに 7600X の方は65度前後なのに、9600X の方は70度前後なのね。他のゲームではどうなのかも見てみましょう。Apex Legends。続いては Apex です。設定は 4K の最高設定です。まずは射撃訓練場から。動作開始。ガンガン撃つわよ。FPS はほとんど変わりませんが、やはり CPU 温度は 9600X の方が高いですね。続いては実際の戦場にも行ってみました。こちらもマップは同じですが状況が違うので参考程度に見ていただければと思います。新マップが結構ガチャガチャした感じのマップなので FPS が安定してない感じはありますが、 FPS はどちらも180から200ぐらいは出ているかなといった感じです。で、CPU 温度なんですが、こちらは 7600X の方が少し高い感じはありますね。ゲームによって CPU への負荷のかかり方や状況に応じて CPU への負荷が違うので、一概にどっちが高いとは言えなさそうな感じですね。ただ室温30度の部屋で AK400 でもこのぐらいの温度ならゲームも安心してできそうですね。では次。動画エンコード。動画エンコードにも差が出るのか見てみました。どちらもハードウェアエンコードで行ったので GPU 性能に引っ張られているところもありますが結果はどうだったのか。結果はこちら。 Adobe Premiere Pro は 9600X が1分31秒、 7600X が2分16秒、 YMM4 については 9600X が6分43秒、 7600X が6分34秒という結果になりました。結果的にはどちらも勝敗が反転してしまっているのですが、 YMM4 の差よりも Adobe Premiere Pro の差の方が大きいので、クリエイティブ要素ではやはりシングル性能が向上している 9600X の方がいいのかもしれませんね。最後に消費電力も見てみました。
シネベンチ R23 中と FF14 ベンチマーク中の消費電力になります。やはりどちらも 9600X の方が全体のシステム消費電力は少ないですね。長期的に見れば省電力で同じ性能が出せるならそっちの方がいいかなとは思いますが、ということで今回は AMD の新 CPU AMD Ryzen 5 9600X をレビューいたしました。あんた的にはどうだった？そうですね、省電力で今までよりも性能が出せるっていうなら確かに良い CPU ではあるとは思うのですが、9000シリーズはこれから800マザーボードなどが出てさらに進化を発揮するとも思いますし、あくまで 7600X と 9600X で比べたら 9600X の方がいいかなとは思いました。 AMD 全 CPU で比べたら今のところ 7700X が一番でしょうけど、え、なんか言った？いや何も。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけんポン。またねー。